第一の裂け目国立公園内の滝、シンクベトリルにあるアイスランドの国旗、シンクベトリルは、アイスランドの国立公園地域、ユネスコの世界遺産にも登録されている。シンクベトリル付近は、大西洋中央海嶺の地上露出部分であって、ユーラシアプレートが東に北米プレートが西に広がっている。 そのため各地でギャオと呼ばれる大地の裂け目が見られ、独特な岩肌を眺めることができる。シンクバトラバトン湖の北辺に位置する。近隣の都市としては、40キロ南西にレイキャビーク、45キロ西にアクラネースが位置している。930年、ノルウェーからの移住者によって、この地でアルシングと称される民主的な前島集会が開催された。 この全党集会を議会と捉えれば、中世の身分制議会ではなく、近代議会がすでに存在していたことになる。かつて、アルシングが開催された場所に、現在は国旗が形容されている。1930年に国立公園に指定され、2004年には世界遺産に登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、 登録された。ありがとうございます。